おいさやみ、いきなり別れるってどういうことだよ。帰ったらさやみの荷物がなくなってるし、ちゃんと説明してくれ。うるさいわね。もうあんたみたいな貧乏人とはおさらばって言ってんの。は？貧乏人？だいたいね、あたしみたいないい女をよ、7年間も閉じ込めておいたのはどっちなの？そのクソ狭い 2LDK の部屋、息が詰まるのよ。あのな、2LDK で同棲って十分だと思うぞ。それに結婚の話だってしただろ。でもさやみが結婚式を挙げられないなら入籍しないって、そう言ったんじゃないか。だって当たり前でしょ。女にとって一生に一度なんだから。ブランド物のドレスを着て、華やかなお花を飾って、あんたみたいな貧乏人にはそんな夢叶えられないでしょ。そういうことじゃないだろ。感染症のこともあったから話し合ってたんじゃないか。うるさいわね。とにかくあんたみたいなゴミはぽい。やっぱりね、私にはふさわしくないのよ。こんな地味でダサい男、節約が趣味とかキモすぎるのよ。な、でも別にさやみに強制した覚えはないぞ。それにプレゼントだって外食だってしてた。何が不満なんだよ。あんたのプレゼントってせいぜいデパコスくらいでしょ。ブランドバッグすら買えないくせに偉そうなこと言うな。ま、あたしはブランドバッグを買ってくれる男と結婚するから。さやみ、男ができたってことなのか。勘違いしないでね。悪いのはあんたなんだからさ。俺は結婚資金だってちゃんと貯めた。さやみの望む結婚式をするために、結婚生活のために、ちゃんと1000万貯金したんだ。はいはい、嘘をつでーす。私の名前は水木。漬物会社で働く兼業主婦で猫が好きだよ。隣にいるのはうちの猫ニャニャ丸。保護猫カフェから我が家にやってきたんだ。おお、香箱座りしてる。かわいい。さて、何やら進さんが大変なことになっているみたいだね。彼は夫の友人で、私とも付き合いが長いんだ。7年間彼女と同棲をして結婚も間近だったんだけど、どうやらその彼女に好きな人、違う彼氏ができてしまったみたいだね。我が家にぐっちりに来てたんだけど、まあ LINE を見たらひどい内容だったよ。まったく、早くあんたなんかと別れておけばよかった。さやみ、本気で言ってるのか。7年間一緒にいて結婚の話も出てて、それで別れるのか。本当に慰謝料が欲しいくらいよね。でもまあ貧乏なあんたには無理でしょう。お前大丈夫か。何が？なんかすごく舞い上がってるみたいだけど。ま、そりゃそうよ。だって今話題の会社なんだもの。話題の会社？そう、そこの社長がね、君は可愛いねって。君みたいな女性が奥さんだったら毎日幸せだろうな。タワマンで家政婦雇って、君は綺麗にしていればそれでいい、そんな生活したくないって言ってくれたの。その人は彼氏がいるってことは知ってるのか。そんなの知ってるわけないでしょ。だって合コンで知り合ったんだもの。合コンって、さやみそんなの言ってたのか。彼氏がいるのに。みんな彼氏がいてもそのくらい行くわよ。で、乗り換え先を見つけたってわけ。そうか、じゃあ別れるんだな。てかもう別れた。まあ未練はあると思うけどさ、ストーカーとかにならないでよ、キモいから。この LINE を見て進さんはもうぐったり。うちの旦那はプンスか怒ってたっけ。私たち夫婦もさやみさんのことは知ってるんだけどさ、まあわがままな人だけど、ここまでとはね。感染症のことだったり、さやみさんの移動だったり、今年に入ってからは進さんが骨折したりもして、なかなか結婚の話は出ているものの、具体的には進まなかったんだよ。でもこういう人なんだもの。ある意味、結婚しない方がいいっていうことなのかもしれないね。でも、数日後、さやみさんから来た連絡には笑っちゃったよ。水木さん、こんばんは。さやみさん、こんばんは。ご機嫌だね。そうなんです、あのアホから聞きました。アホ？進むのことですよ。私たち別れたんです。ああ、そのこと。それで今日は何か用？あたし結婚することにしたんですよ。でも友達少ないから水木さんも来てもらえません？旦那さんも一緒にね。
もともとうちの旦那と進さんが友人なんだよ。それで私自身も長い付き合いがあるの。そのこと分かってて言ってるの。でも、水木さんも相手知ったらイエスって言いますよ。相手？シュラ食品の社長が結婚相手なんです。金持ちな社長を捕まえたんだし、貧乏男はポイして乗り換えます。7年の同棲で1000万貯めたとか絶対に嘘だし。あんた本当にバカなんだね。え？ちょっと何ですかその言い方。いやごめん、素で言葉が出ちゃったわ。いやしかし、それにしてもシュラ食品の社長とはね。水木さんは漬物会社だし、食品関係だから知ってるでしょ？結構イケメンでお金持ちなんて最高。有名なんだろうな彼。まあ確かに有名だね。でしょ？女癖が悪いで有名な人だよ。は？あの人たちが悪いんだよね。合コンとかギャラ飲みっていうの？そういうの参加してさ。で、女の人を口説いてその気にさせるんだよ。何それ？でもただの噂ですよね。ただの噂だったらいいんだけどね。私の周りでも何人か口説かれてたっけ。まあ有名だから誰も相手にしてないけどね。でも結婚の話までしてくれたんですよ。そうやってさ、20代後半とか30代前半くらいを狙うのよ。結婚のことで悩んでいる人が多い世代でしょ。本当にタチの悪い男だよ。いや、でも素敵な結婚式を挙げる予定で。それ、いつ？それはこれから彼と相談しますけど。で、その彼とやらの連絡先は知ってるの？聞いたら、また会えるからって言われて。結婚する二人がそんな関係なわけないでしょう。でも！ちなみに、あのシュラ食品の社長さんって、婚約者いるからね。は？それは私のことですよね。そんなわけないでしょう。ある会社の社長令嬢と婚約中だよ。業界では結構有名な話だね。でも、私は、タワマンで素敵な生活。家事は家政婦にやらせるから君は何もしなくていい。君は綺麗にしているのが仕事なんだ。お金を渡すから好きにエステに行けばいいよ。どう？こんな生活素敵でしょ？こんな生活、したくない？なんで水木さんが知ってるの？彼に同じこと言われたんだけど。だって、社長さんいつもこのやり方で女口説くんだもの。直接的に結婚しようとは言われてないでしょ？ずるいやり方だよね。嘘！絶対に嘘！違うから！あらら。年齢的にそろそろ結婚を焦る人も多いわけよ。そこにさ、結構大きな会社の社長が夢物語を語ったら、そりゃ夢見ちゃう人もいるよね。本当にタチが悪いわ。でも、さやみさんの場合はちょっとね、舞い上がる気持ちはわかるけど、舞い上がりすぎてぶっ飛んでんだよ。まあ、でも、すすむさんにとってはいい機会になったんじゃないかな。彼の人生が大きく動き出す予感だよ。水木さんごめんね。引っ越し手伝ってもらっちゃって。いいえいいえ、とんでもない。大輝こき使っちゃって本当にごめん。お風呂入ってビール飲んで気持ちよさそうに寝たよ。それにしても、海外行くんだね。うちの会社ではやっぱり海外赴任が花形なんだ。希望が通るから、俺は選ばなかったんだけどね。結婚したらさやみは海外とか無理だろうし。でも俺、本当は海外に行きたかったんだ。そういえば昔から海外が好きって言ってたよね。そう、海外で暮らしたいってずっと思ってたんだよ。それに、やっぱりどうせ仕事をするなら上を目指したい。俺、ようやく素直になれた気がするわ。たまには日本に帰ってくるの？大地寂しがるから。あいつ寂しがるだろうな。でも大丈夫だよ。今は水木さんがいるしね。それに、海外から色々送るから。それは楽しみ。こっちからも送るね。お、嬉しいな。こうして、すすむさんは海外赴任を決めたんだ。と言っても、すぐに行くわけじゃないよ。しばらくは、日本でそのための業務をするらしいんだ。で、そのために今まで住んでいたマンションから、会社近くのワンルームマンションにお引っ越し。今まで住んでいたところって、さやみさんは通勤が楽なんだよ。でも、すすむさんは結構大変そうだったんだよね。いろいろな面で、すごくさやみさんのことを思いやっていたのに、当の本人はそのことに気づかないんだもの。もったいないね。さて、そのさやみさんのことなんだけど。
進む、助けて、私捕まっちゃう。なんであの部屋にいないの？ポストにテープ貼ってあった、なんで勝手に引っ越すのよ。何言ってんだよお前、どこぞの社長と結婚するんだろ。あいつ私のこと警察に通報したの。通報？そう、結婚詐欺で訴えるって言ったの。そうしたら私のこと笑いやがって、だから会社の前で待ち伏せして文句言ってやったの。それだけで通報されたのか？さやみ、他に何かしたんじゃないのか？水ぶっかけて、会社の観葉植物もぶん投げた。そりゃダメだろ。だってあいつが私のこと騙したのよ。どうせさやみが勘違いしたんだろ。向こうの言い方も悪かったのかもしれないけど、さすがに同情できないよ。やっぱり進むしかいないわ。は？私のこと分かってくれているのは進むだけ。私間違えちゃったみたい。何言ってんだよ。ねえ進む、1000万あるんだよね。嘘だと思ってたんだろ。いやほら、彼と結婚すれば数億使えると思ってたから、だから感覚がおかしくなってたというか。でもよく考えてみたら、進むは倹約家でしょ。そのくらいは本当に貯めてると思うのよ。それ結婚資金なのよね。そうだったよ。さやみが望む豪華な結婚式と綺麗な新築マンションでの新婚生活のためにね。やっぱり進むしかいない。ねえ今すぐ私をさらいに来て、私進むと結婚するわ。お断りだ。え、何言ってるのよ。だって私たち結婚目前だったのよ。そうだな、7年も同棲した。数年結婚のタイミングを逃してはいたけど、今年は本格的に動こうとしていた。ね、だから今から。でも結婚しなくて本当に良かったと今は思ってる。え、俺海外赴任する予定なんだ。さやみとの生活を優先して諦めてたけど、いざ海外に行くってなったらめちゃくちゃワクワクしてるんだよ。何言ってるのよ、一緒に日本で暮らそうよ。俺のことを裏切っておいてよくそんなこと言えるよな。さやみのご両親、俺のところに頭下げに来たんだぞ。わかってるのか？なんで7年同棲して、途中からはもう結婚前提で、具体的に式の話も出てきてたよな。両家公認、これはもう婚約だよ。いや、でも、それはほら。さやみはいつも言い訳ばっかりだな。ということで、慰謝料も請求するから。慰謝料？進むが払うんじゃなくて？そんなわけないだろ。私逮捕されるかもしれないのよ。そんなこと言ってないで助けてよ。じゃあそういうことだから。待ってお願い、あたしと結婚して。その後さやみさん、なんか派手に暴れてたらしくてね、逮捕されたよ。シュラ食品の会社があるビルに乗り込んで行ったんだけど、廊下の観葉植物をぶん投げたり相当ひどかったみたい。当然だけど慰謝料も支払うことに。さやみさんとはもう関わらない方がいいということで、ご両親が一括で立て替えて払ってくれたんだってさ。娘が君と結婚してくれたらこんなに幸せなことはない、そう思っていたよとご両親泣いてたって。さやみさんもすごく後悔してるみたいだけど、今さら遅いよね。実家に戻って朝から晩まで働かされているってさ。でも正規がなくなって抜け殻状態らしいよ。進むさんの方は仕事が順調みたい。さやみさんと別れたら一気に流れが来たって言ってたっけ。結婚は縁なんだろうね、つくづく感じるよ。あ、ちなみにあのタチの悪い社長ね、老いたが過ぎるってことで婚約破棄になったんだよ。婚約者の父親がかなり融通していたらしく、それがなくなった今シュラ食品は業績がガタ落ち。ま、こんな会社だもの、いつかは潰れていただろうね。さて、進むさんの海外赴任が決まって、うちの旦那が寂しそうにしてるから。あれ、なんか旦那の笑い声が聞こえる。あ、にゃにゃまるがお腹見せてる。なるほどね、にゃにゃまるありがとう。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。